ビオです。坂井雅人です。カネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、そっか、そうなんですよね、坂井さん、今度からカニアマルサーに代わって、はい、はい、新しく、はい、加入いただきましてありがとうございます。私がフリップを担当します。任せてください。ちょっともったいない使い方になっちゃいますマルサーマルです。よろしくお願いします。まあ本当にまさにここ最近ということでね。いやー最高ですね。いやービンバン、ビンバン、面白すぎるわ。面白い、びっくりした。ちょっと第4話がね、第4話、オンエアされて、いやでしたよ。興奮冷めやらないまま、ちょっともう、ね、冷めやらないっていう言葉が合ってるのかわからないぐらい、まあ、とんでもないことになってますね。もう4話見終わって、やべえ、この興奮を誰かと分かち合いたい。あ、そうだ、ビンオがいる。ビンオとモノマネの話の、する手を取って、この興奮を分かち合おうと思ったら、なんか、その後、ね、ちょっと、二人でズームのね、お仕事があって、あ、ダメだ、これ今話せる状況じゃないや、と思って、1時間ぐらいそれを我慢して、ようやくね、LINE 上でね、わーって、今のはすげーなーって、鳥肌立ったぞっつってね。いや、すごかったもんね。いやー、ね、坂井雅人さんが、ビバンの宣伝をするなんか特別番組みたいなのを、はいはい、まあ、いくつかね、うん、あの TBS さんで流してて、でその中でなんか今後の見どころはみたいなのを話してたんですよ、うんうんうん、でその時に、まあで今やってんの3話ですよねみたいな、うんうん、あ、4話もねびっくりしますよって言ってたの。思った以上にびっくりした。びっくりした。いやー言われててもな、びっくりするよな。いや、びっくりした。うわー、そう来るんだと思って、ね、はい、TVer で全部見れますから、ね、見れます。1話から4話まで見れます。いやー、その途中で多分さ、うん、なんか、まあ、なんだろうね、やめちゃう人とかもさ、なんかね、その SNS の書き込みとか見てると、ちょっと話が難しいわみたいなのがあったんですけど、気持ちは分かりますよ、うん、なんかその、なんかを取り返すとかじゃ なかったから、なんか最初の方は、はいはい、うん、なんかようやく4話で話の全容が見えてきて、で、あの隠しキャラというか、はいはい、ああ、こいつそうだったんだみたいな、はいはい、のも分かってきて、はいはい、もうちょっと名言もね、飛び出してね。あ、最高でしたね。何人たりとも俺の眠りを妨げるやつは許さんでしたっけ。それは桜木花道ですね。いや、ルカワね。あ、ルカワか。スラムダンクだ。それだけ分かった。そうだ。いやね、いやもうこっからやばいよね、だからって思ってるんだけどさ、第5話以降ね。いやいや、そうですよ。な、え、何話まで12話とかじゃないですかね。4話でここでしょ、あと8話あるってこと。じゃあ、8話分あるってことかな。まあ8月のもう1週来ちゃってるから、あと 1,2,3,4,5,6,7 とか8話までもしかしたらないかもしれないけど、ないのか、うん、最後また半沢直樹みたいになんかね、なんか何十分スペシャルみたいなラストもね。ああ、最終回はあると思うね。え、うん、まあちょっといいっすね、楽しみですね。面白いぞ。今阿部寛さんが出てきた。ヒゲ塗ってきてくれ。いやちょっと今度まとめましょう。あ、見てない、ちょっとこれね、俺見てない人なんかもったいないと思うよね。あ、言っちゃった。はい。このなんかすげえもうしょうもない発言をしますけど、マジで。なんか第1話で離れた人とかの話聞いたことあるから、はいはい、うん、いや面白くなるんだけどなっていう、うん、はいはいはい、こう今までのやつ1話から3話までのやつが全部伏線だったんだっていう、あ、はいはいはい、いうのが、いやちょっとそれも含めてそんな壮大なワンピースみたいな伏線の回収の仕方するっていうドラマで、漫画だったら分かるけど。いや、そうね、うん、パッパッパっていくからね。そうそう、ね、いや、すごい勝負してるよね、だからそういう意味でもね。そう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 、そうです。だからもう、ね、うん、
ついてきてくれた人にはもう裏切らないですよみたいなことでしょう。そうそうそう、なんかそのもうそこでもうなんだろう、フェードアウトしちゃった人はまあしょうがないかなっていうのも捨ててるみたいなところは多分あるよね。あれね、もう本当後悔、ついてきてくれたら後悔させないような感じだね。いやもうこの夏冒険が始まるです。いやもうやばい、マジでマジでもう楽しみすぎてしょうがないわ、ね、早くなってくれっていう日曜日に、久しぶりだなこの感覚。いやそうね、なんかね、ちょっとなんか違法で金曜日ぐらいに見たいもん。昔のジャッパみたいなことしするんじゃないよ。できないし。ドラマは絶対そんなことできないし。ねえ、なんかちょっと情報を得たいみたいなのがあるよね。だからね、そのやっぱ神田明神行ってみる？神田明神行きましょう。この格好で行ったらちょっと怒られちゃうから、あと暑いから。この時期はやばい。ねえ、うん。いや神田明神ちょっと行きたくなっちゃったもんね。はい、2回行ってますもんね。あそう、ね。ドラマの中でね。あはいはい。もうね、そうそう、すでにね。いやちょっと興奮しちゃった。モノマネ全然やんないで興奮しちゃった。いや結構ねショート動画とかも上げてましたけどね、はい、うんうんうん、なんか逆にやっちゃって大丈夫かなみたいな感じになっちゃってますけどね。そうなんだよね。ツイッターでさ、うんうん、そのビバン、あの、うん、シャープビバン、はいはい、確かにね、そうそうするのがさ、やっぱりそのネタバレをできるだけ防止したいみたいな、でその TVer とかでさ、はいはい、後追いで見る人とかもいるだろうから、はいはいはい、なんか、ね、1話見た感想はなんかその1話のやつだよっていう、うん、そのハッシュタグを VIVAN、うん、テップ1みたいな、うんうん、感じでつけてねみたいな、うんうんうん、っていうのが今その公式の人がやってて。ああ、なるほどね。そう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 、うん、いやちょっと、いや結構ネタバレしちゃってんもんな。そうですね、ねえ、作中に、ね、うん、赤飯が出てくるとか。そうですね、そうですね、まあ、いや、うんこが出てくるとかもさ、ネタバレしちゃってるわけじゃない、ショート動画見た人にとって。あ、赤飯が出てくるんだ、うんこが出てくるんだって思ってあれ見てうんこが出てくるんだとは絶対思わないけどね。第1話の衝撃シーンだからね。うんこがどう鍵を握ってくるんだろうみたいな、まあまあ、お赤飯がどう鍵を、わかんないけどね。それいや、そう、いや、もしかしたらさ、後々でなんか実はあの時の、うん、そうですよ。だってそのお赤飯に関してもニューデイズさんとのコラボの商品で、ね、その第2話でお赤飯大好物なんですよって言ってたやつが出てるわけだから、うん、そうね、まあもうちょっとニューデイズさんとのコラボを楽しむっていう意味ではもう1回ぐらいどっかで出てくるんじゃないかなっていう。あ、なるほど、うんこは出てこないと思うけど、モンゴルまた行くのかな。行くとしたらあるかもしれないな。コラボで、いやいや、うんこでいっちゃう。俺初めて見たよ、あの俳優さんが、はいはいはい、ね、まあ、本物ではないんだろうけど、まあ、本物ではないんだろうけど、あの塗ったくるっていう、はいはいはい、ちょっとびっくりしました。令和だぞと思って。令和だからこそでしょ。ああ、そうか、攻めてるよね。ドラマだぞっていう、二階堂ふみだぞみたいな。ちょっとその趣味の人にはたまらないんじゃないかっていう。あ、でも あれだ、なんですか、ナジュムがあの綺麗に滑り落ちるところとかもネタバレしちゃってるからさ。いや、だってそこ、ね、あそこまず滑り落ちるかもわかんないし、まさかあんな綺麗に滑り落ちるかって知らないからあの衝撃があるわけじゃん。まあまあ、あれ先に知っちゃってるとさ、ね、うん、あここかもしれない、うわここだー、知らなきゃよかったーってなるよ。ショートでラジオって聞いててもすぐ忘れるよ、多分。誰が何かってやってるうちによ。いや、これは本当に見てほしい。もうちょっとまた1話から見直そうかなっていう。いや、ね、あるあるある。うん、なんか見逃してる。そう、確かにね、実はこの時のこれがって生きてるのかとか、これから生きてくる何かを見落としてるとかはあるかもしれない。いや、そうですよ。だからなんかね、その携帯のなんかトップ画面にちょっと映ってる何かをよく見てみたら何々みたいな、うんうんうん、とか、うんうん、ね、あのアルバム見てたその写真のどっか見てたら実はみたいな、全然ありえるわけですからね。あるな、うん、俺あの歯の黄色いおっさんがもう一回出てくるんじゃないかなって。いや、誰誰それ。え、歯の黄色いおっさん、歯の黄色いおっさん、あのダミーの車を運転して逃がしたじゃんかよ。あの人が俺もう一回出てくるんじゃないかな。出てくる。もうありえなくはないからな。まあでもチンギスは絶対出てくる、ね、いや、チンギスは確実出てきますよ、うん、
ね、あとちょっとモンゴルの国境警備隊の人ちょっと撃ちすぎじゃないかなと撃ってましたね。山ぶち飛ぶんじゃないかっていうぐらい撃ってたけど、そうですよ、戦車まで撃ってたもんな。なんだったら結構目の前ぐらいの感じでね狙ってたからね、あれちょっと本当当たんじゃないちゃんとあの頭上のね岩をめがけて撃ってましたけど、いやなかなか国が違うと派手なんだなっていう感じはありましたよね。ね、あと二宮さんの役どころも気になるし、ね、いや気になりますよ、役所広司さんもどういう風にやってくる。もうみんなさ、モンゴル語すごくないまあ多分そのね、はい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 、それ教える人がついてんだろうけど、はいはい、二階堂ふみさんとかめちゃめちゃうまい、ね、ネイティブなんじゃないかぐらい、そう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 、どんだけ練習したんだよっていう。いや本当にそこのなんだろう、何年かそこのさ医者として働いてた人の話すレベルのやつだもんね。もしかしたらその役を徹底するために何ヶ月も前から実はね言葉の練習してたとか。いやすごいね、ありえますよね、ありえますよね、ありえる、ありえる、無理やり入れてくる無理やり入れてくるわ重要な役ですもんねそう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 、ね、うん、嘘にも使われてね、うん、うん、いやいいですね、うん、これもね、あ瞬間移動こっちじゃないのよ、あるいはマカンコンサポーだからこっちじゃないのよ確かにほぼ一緒だな、これこっちのね、こっちの二重人格の人間の名前もね、ようやくあの出てきたりしてますからね、うん、F なのかっつって、ね、出てきてましたから、ちょっと楽しみ増えましたね、いや4話マジで揺さぶられて揺さぶられて最後だもんな、あれな。いやそうですね、やっぱああいうの作るのがうまいんでしょうね、その福沢監督ですから、すごい、もうだってあの最後のラストが、うん、すごいインパクト強かったからあれだけどさ、そうですね、あれがなかったとしても第4話それだけでもめちゃくちゃ面白かったから、うん、まあ確かになんか手に汗握る展開がずっとこう攻防がね繰り広げられて、これこれと思ってね、真骨頂真骨頂と思って、いや最後だけアウトレイジでしたもんね第4話の最後はアウトレイジです。あの橋行きたいな、行きたい、行きたいけどちょっと怖いもん、え別に、ね、そういうシーン撮っただけだよ、まあまあ確かにね、うん、どこなんでしょうね、もうもしかしたら聖地巡礼とか、ね、見えますかね、うん、行きます、久しぶりに丹沢直樹の時みたいに聖地巡礼いや近いとこだったらね行けるけど、そうですね、モンゴルは行けないですもんね、モンゴル行けないのかな、なんとか適当な砂丘で撮るとかしかないね、適当な砂丘などないのよえ、ない適当な砂丘はどこよまあなんかいくつかね、日本の中にも砂丘あるらしいですけど、ちょっといいですね、まあ、ちょっとまだいろいろ夏休みいろいろ楽しめるぞっていうね、いやこれからもうどんどん面白くなるでしょう、うん、いやそうですよ、もうあとは面白くしていくだけみたいな、なんかもう準備全部整ったみたいなのが多分 1,2,3 話だもんね、うん、そうですよ、楽しみ、あとドラム人気すごいね、ああいやもうキャラクターが、ね、やっぱね、あの縦型よりもあのこのドラム式の方がやっぱりねその便利っていうのはある、ね、洗濯機の話してんじゃないの、見てるちゃんとドラム人気なんだなじゃないのよ確かになってそんなこと思いながらビバンの考察とか見てる人いないかなはあ、ちょっと TBS にもね行きたいですね、TBS さんのね、なんか特設ステージみたいなのあるらしいですけど、あーそうなんだ、ビバンのでっかいロゴマークが置いてあって、うん、で、あのそのロゴマーク、うん、あの立体になってるロゴマークに、うん、なんか役者の人たちがサインをあの書いてるとか、なんかあるらしいんですよ、だから探したら、あのね、阿部寛さんとか、はいはいはい、坂山里さんのやつとか多分あるんじゃないかな、おー、俺らも書いていいんですよ、ダメですねぶっ殺されるよ書いていいんだったらいいですかもうわけわかんなくなるから、そんなみんなで寄せ書き、スズメバチ芸人のサイン書いていいですか書きたいよ、誰のってなるから、ね、いやちょっと皆さん
ぜひ見てください。とりあえず1話から4話まで見て、ちょっと この興奮を、もう今、すげえ喋りたいのに、そう、まあ、ここでも、まあ、一応そのなんだネタバレ注意みたいなこと書くけど、でもそれでもネタバレしないように興奮だけ伝えてるから、なんか何言ってんだこいつらみたいな多分なってると思うんですよ。はあ、早く見てほしい。全部終わってからなんか言えるのかな。いや、どうなんだろう。もうでもみんなあんま気にしないでネタバレとかしたりしてるじゃないですか。ああ、まあ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 、一応ね、あんま気にしないでいいのかな。いや、まあまあ、そのちゃんとそのなんだろう、注意ってまあ書いてね、言っとけば別に見たくない人はシャットアウトするわけだから。まあね、確かにね、うん、それができないで見てて、うわ言っちゃったよみたいなことにならなければ別に言われじゃあ5話見終わったら、うん、なんかそういう話ちょっと、ああ、なるほどね、もうしていいよねっていう、一回ここで前置きしてる、折り返しぐらいのところだから。そう、うん、はいはい、いいですか。まあ多分さ、今ネット上とかでも盛り上がってるから、うん、4話やべえってなってるじゃん、はいはいはい、だから多分その途中で見てなかった人とか、うん、途中で見なくなっちゃった人も、うん、多分見直してるから、うんうん、その頃にはなんかもうみんな知ってるみたいな感じになるんじゃないかなっていう、ちょっとそうなってほしいな。お願いします。日曜劇場イワン、まさかのあったかアイムビバンご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。